マスクはチヌークステーションの補佐官の塔にいる。雲に隠れて近づきましょう。パルドラの情報によれば、父の艦隊はこの数ヶ月チヌークステーションで補給を行っている。統括に当たっているのはハスク。彼を捕らえ、ステーションでの作戦を止めれば帝国に大きな打撃を与えられる。理由までもないが、ハスクは帝都を追うための鍵になる。運が良ければ。この世に運なんてものはない。見てくれ、すごい数のベルドンだ。訪れる星の生き物を調べてくるなんて変わり者だな。帝国に必要なティバナガスを作ってるならベルドンは超重要だな。そうかもね。帝国を見つけ出して帝国から奪えれば、この戦争の終わりに大きく近づく。この半年は大変だったけれど、今度こそ捕らえられる。そう信じてそうだな。気になるのはこの戦争が終わった後のことがどうなるのか。正直なところ想像もつかない。帝国軍の訓練は民間人として生きる役には立たないから。あなたはどう？旅に出たかった。銀河を回るんだ。当然マイカも前に言ったことあるでしょ。兵士としてだ。自由になった彼らを見たい。ええ、それはとても素敵ね。ランディングパッドだ。そこなら敵に見つからない。ハスクは補佐官の塔の上層階にいるはず。上に上がれるターボリフトを見つけよう。ドロイドによるとこの先にあるストームトルーパーの部隊も。よし、ついてきて。もちろん。異常なし。もう一周だ。コマンダーハスクがいる間に侵入者を見逃すようなまねだけは仕方ない。今よ、ゼル。前方に重火器。
考えがある。行こうよ。よし、塔の上で合流よ。それまで見つからないように。その塗装だと敵だと思われるわ。グズグズしてられない。さあ出る。いい、ハスクは必ず抵抗してくる。望むところだ。ああ昔を思い出す。ろくでもないのばかり。補佐官の塔はこのまっすぐ先、ハスクは最上階にいるはず。遠藤は帝国の戦場戦争が悪化するばかりだったと思っていたら、俺たちが手を染めていたかもしれない。バードスの後、王国を救ってきたことを思い出して、銀河に平和をもたらし希望を与えてきた。ならレスピンも救わないよ。ハスクを探そう。こんなににぎわってるとは。帝国は敗走している。ここ何を喋っている。帝国の力を褒めたたえていました。反乱軍は歯が立たないでしょう。了解した。封鎖船がほころび始めてると聞いた。あの音整形全域で船に突破されてるらしい。ドロイド、塔に着いた。準備は。上で会おう。なぜ誰もいない。そう簡単に行くと本気で思ったのか。ハスク、封鎖線を抜けた時点でコルスの動きは捉えていた。このまま相手をしてやりたいところだが、今の私は責任ある立場だ。お前の相手をしている暇はない。さらばだ、アイデン。そんな早く追わないと。デストロイヤー、ハスクに違いない。作戦は台無しだ。気をつけろ。走れてる。そこを離れろ。何としても戦ってチヌクステーションを抜け出す。どうぞ。ハスク以外の任務が残ってる。やはり燃料補給の方だ。戦闘機がいる。 X ウィングはステーションの反対側だ。ドロイドは近くに使える戦闘機だ。王の部隊と連絡がつかない。油断するな。全員参加。コマンダーハスクから見逃すなと命令を受けている。まだ私たちを探してる。離れるな。私が撃つのを待て。了解した。エリアをスキャンしろ。
敵をスキャン。ショックを使え。敵のスキャンを。謝る。動きを止めろ。これで全員やった。戦闘機を探すぞ。あれはどうだ。クラウドか。仕方ない。最初に戦闘機の説明をちゃんとすべきだった。武器もついてる。何が不満だ。クラウドカーじゃないなら前方に燃料プラットフォーム。スターデストロイヤー3隻。
今から吹き飛ばす。確かにこれはクラウドカー向きじゃないな。いや必要ない、燃料セルを吹き飛ばせばいい。連鎖して一気に爆発が広がる。そう、あのスターデストロイヤーまでね。人生で一番ヤバい作戦だ。最高でしょ。そうだな。司令部、デストロイヤーに向かうクラウドカーを発見した。これは帝国の通信に繋がってる。何か使えるだけマシよ。シグマ1-2、迎撃用に進路を取れ。おそらくはただの搬入だが警戒を怠るな。はい、了解しました。あのクラウドカー搬入じゃない。撃ち落とせ1-2。全隊本機に合流せよ。0321点に搭乗者不明のクラウドカー撃ち落とせ。1-2、あの船を止めろ。燃料セルがやられている。反対の地場流すか。やってますが逃げ足が速くて。命中。工場がサラストにある。ベルシオ提督はその中の武器庫を回収するつもりよ。それをこちらが先に盗む。作戦を成功させるために助けを呼んだ。シュリブは地上でカルリジアン将軍に同行して、武器を抑えたら私たちが護衛する。どんな手を使ってでも父に渡してはならない。